はいえー、10年前の医療は現在の医療にあらず医療というのは常に進化する学問であり実学です。えー、っと一応新型コロナね今結構流行ってますんで新型コロナに対して、えー、結構湿度これからは乾燥する冬場になりますんで換気と湿度が大切やということで、まあ、昨のね、えー、猫ちゃん換気のね ペーパーの説明をしたんです。んで、ここにつけたんですけども、え、秘宝ですよね、秘宝。ちょっとね、今日雨降ってたんですわ。で、やっぱり雨の日はね、おしっこ漏らしちゃうみたいです。ここね。えー、結構おしっこ漏らしてました。まあ、ちょっとつけ方も、本来はここまで、口のここまでなんで、ちょっと疲かりすぎてたんかもわかりませんけども、えー、結構おしっこ漏らしちゃう えちょっとね、えー、おしっこ漏らしてたんで、えー、ちょっとお、えー、お水はね、えー、結構こんな感じになってました。で、えー、ちょっと猫ちゃん、猫ちゃんね、えー、雨の日にはやっぱりお,お水を漏らすということで、ちょっと今日お掃除をします。ねえー、どうしてもね、えー 加湿濃いペーパー加湿器っていうのは気化湿器ですから、その加湿、湿度を上げすぎないえということでね、今日ちょっとね、この湿度計を雨降ってるとき見ましたら、よいしょ、湿度計がですね、今日はですね、これ湿度計になりますけども、この一番下が、 ああ湿度計になりますね。でここ見えますかね。ここ。もう一度、80%超えてます。ね。え、これ上が気圧計で、真ん中が温度。ここが湿度計ですけど80、80%超えてますね。大体、まあ60%ぐらいで湿度はいいんで80、80%になると、やっぱりもう梅雨時期、ね。 えー、少し深い指数みたいな感じになっちゃうから、えー、一応ね、過、えー、湿しすぎたら、やっぱり、えー、ダメなんだよ、とうん、いうことなんやと思います。だから、あ今日ちょっとね、えー、猫ちゃんには、えー、80%雨の日、ね、えー、雨の日には、やっぱりちょっとお水は、 あげないでおこうかなと。ちょっと厳しいですけども、雨の日は、猫ちゃんちょっとお水お預けです。ね。で、えー、雨の日のお水はお預けなんですけども、えー、ちょっとまあ、これ、やっぱり若干つけすぎてたのかもわからん。もうこれぐらいでもいいのかもわからんけど、まあ、この辺の調節部よりも、えー 雨の日じゃない時はねそんなに問題がなかったんで冬場はねやっぱり3040ぐらいの、えー、その待機湿度ですからその時にはですねやっぱりどんどん、うん、お水を吸ってね気化してくれます、ねえー、でもやっぱり雨の日で、うん、80%超える湿度になっちゃうとどうしてもおしっこ漏らしちゃうみたいなんでねえー、だから雨の日は ちょっとこの気化式ね、えー、それも、えー、もう一つのやつありますよねもう一つのコップに入れるやつあれはね、えー、全然問題ないんですが、えー、問題なかったんやけども、えー、こちらはあやっぱり、えー、使ってる部分と外にある部分、えー、これがありますんでここでやっぱ押しこもらしちゃうんですよね、えー、だから ちょっと、その辺ね、えー、雨の日にはやっぱり少しね、えー、ちょっとお水を、えー、漏らさないようにねしてあげやんとあかんかなとうんいうことになります、えー。もう一つのやつちょっと持ってきますね。 はい、すみません。こちら、お花ちゃんですけども、お花の方はね、えー、半分ぐらいに減っても、全然これ、えー、問題ないんですよね。もちろん、下があるから。だから、まあ、実用的なのは、ひょっとしたら雨の日も関係なしに、気化だけするにはこっち側。ね。えー、ちょっと、猫ちゃん、えー、気化式の、 猫、えーねね、ちゃんうその期化はどうしてもちょっとおしっこ雨の日おしっこ漏らしちゃう湿度が、えー、80になるとおしっこ漏らしちゃうんで、えー、その辺だけはちょっと気をつけて頂い,いて、えー、雨の日にはお水ちょっとあげないように。 え、お預けと、いうことにしておいてあげてください。でもね、えー、これ、えー、冬場はね、えー、これから必ず湿度っていうのは大切になってきますから、やっぱり60%ぐらいの湿度をね、えー、室内では保つようにしましょう。そうすると、エアロゾルのね、えー、その落下、あ距離がね、落ちます。だいたい2メートルぐらいで落ちちゃうんで、そうやないと、やっぱり乾燥してるとエアロゾルって2メートル超えて、どんどん飛んでいくことになりますから、えー、 その、湿気をね、ゾルに与えて重さを戻してね、落とすようにしてください。ちょっとね、我々、僕らがみんなね、手洗いしてインフルエンザの発生率って今、100分の1まで落ちてるんやけども、 えー、なぜ、えー、これだけ新型コロナが落ちないかっていうと、やっぱりもう一,一つは新興感染症ね、えー。全く交差体制のない新興感染症やとお。新興感染症やということと、やっぱり感染様式が少し、えー、接触感染よりもエアロゾル感染なんかが多いんやないかなっていうのが、まあ、カラオケ店とか、その、 歌ってるところを、ね、コンサートとか、えー、そういうところで多いということから考えるとやっぱりエアロゾル感染が多いんじゃないかなと思うんで、えー、冬場の加湿対策ね湿度っていうのは気をつけてくださいね、えー、だから、えー、雨の日はちょっと気をつけてもらって、えー、猫ちゃんのお水はお預けということで。